スマホで ANA を始めた理由。だってどこでもチェックインできるし。ゲートがあった。搭乗口変更教えてくれるのはすっごい便利だよね。それ窓側座席選びギリギリまで迷っちゃうんです。移動してる時が一番映画に集中できるタイプなんで。あなたが始める理由全部入ってます。すごいでしょ。旅のあれこれ一つのアプリで簡単。今すぐダウンロード ANA アプリ。